なんか目腫れちゃった、目腫れちゃった。朝からいっぱい食べるのよくない。サラダ用意しました。肉買いすぎだろこれ。黒毛和牛トントロ味付けでね、牛タン、イカ、アラミ。おはよう。座って。あ、あんた起こしてきて、あの人。いやいや、そしてカフェ、おいしいカフェ、イワシカフェ、イワシカフェ、イワシ。エア、ほら落ちろ、ポッポコリン。連れてきたよこれ。はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。あ、間違えた、今日は違う。ああ、おはようございます。ジュリーです。ヤンです。というわけで、今日は寝起き重量で焼肉パーティー、いっぱい買いました。いいよ。うおうおー、これは大城さんに借りた鉄板です。それから焼くの、まず先にすぐ焼きながら焼きで、うん、朝に食えばゼロカロリー。そう、なんでうちでは朝にオーブンしてるかっていうと、うん、夜は良くない。そう、朝食べるのはいいんだよ。うん、ね、どこ見てもうちとあさみんとここの色の差がつくの。なんか闇、こっちからの闇が、闇が。パフェ、塩でいい。あ、それでは焼いていきましょう。せーの、マグネット。これも焼きたいわ。今日はね、あさみより早く起きれた。今の時間5時。あ、もうできたな、こんなの。やったことある人いたら教えてほしいぐらい。カルビいる？おはよう。起きた？起きた。パン焼けたよ。いい匂い。パフェ、もやし。パフェ、もやし。うまっ！これただの焼肉だぞ。いいのか？こういうのやめた。寝起きで焼肉ってのはな、いいもんだ。これはもうご飯欲しい。エアもいい。ありがとう。黒毛いただこうか。黒毛和牛いただきます。うーん、テンション上がる。白い光の中に、じゃあどんどん焼いちゃって、はい、みんなも学校前にやりなよ。失礼って言われてた。パン、朝から幸せ。朝から超臭いけどね。そういうの気にしちゃダメ。はい、食べたいけど。そうだ、何も気にせず食べる。美味しくいただかなければ。皆さん
あさみちゃんが焼いてくれることは稀です。朝ぐらいしか焼いてくれないですよ。最近焼き肉行ったら焼く。でも食べ始めるとさ、肉入れるだけ入れて忘れ始めるからね。食べたいから入れるけど、ひっくり返すの忘れる。あちゃー、あっちぇ、やば、焼き肉でなるな、あっちぇ。うわっ、ああ、3、なんだって。いい肉は塩で、そう、うん、黒毛は塩、うん、うまい。なんかうちらさ、これって決められてると食べれないけどさ、自由に食べていいもんって言われたら食べれちゃうね。もうなんか全身油のみで今床もぬるぬる、うん、最高最高。うちらは今月から節約入ります。入ります、入ります。1ヶ月過ごしてみて、生活費に莫大な金をかけていたので見直します。ほぼ食費です。なんなら食費にしか使ってないです。マジでそうです、うん、肉がうめえ。みんなも一緒に休みとしよう。あと朝5時からね。そう、そうじゃないと朝って言わない。寝起きは5時だけ。水拭きだ。あっ、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 やった。ご飯こぼした。やった、やった。大丈夫、お家の焼き肉絶対もやしとか玉ねぎとかめっちゃ焼いて食べてた。おちえ、おちょせえ。やべ、まだ5時半だよ。いや、まあ30分しか経ってないの。全然お腹いっぱいになんないよ、それ。やばいよ、ブランドいいわ。まあ朝なら大丈夫。ありがとう、嬉しい、その言葉。全然気にしないで。気にしてないよ。全然。たまにはこういうのもいいじゃねえか。そう、うちらは頑張ってるから。結構私たちご褒美欲しがる。よろしく頼むの。ちょくちょくご褒美入れる。えびすげえ、おじいちゃんみたい。おじいちゃん入ります。おじいちゃん入ります。おばあちゃんですか。おばあちゃんね。おばあちゃん入ります。アラームで起きた。うん、パーティーを見た。楽しみすぎた。ワッツアップ、ワッツアップ、ワッツアップ。いや、肉食ってない。エビとか軟骨とは出てんだけど、さっきから。おうち焼肉の締めはいつも何？締め？ケーキ。焼肉関係なかった。何？焼きそば。ああ。冷麺だ。そんなおかしいこと言う。そんな別に焦ってるわけじゃないって。でも焼き肉屋さん行ったら冷麺。うちも。最近ハマってるのは、冷麺の汁にご飯入れてクッパにする。美味しいんだ。ね、美味しかったね。ちょっとそれやろうかなと思ってたんですけど、やっぱりちょっと肉楽しみすぎて、まあ、入んないかなって。肉楽しみすぎて、アラームなってないの。初めてでアラームなってないの。勝手に起きちゃう。残しててもね、意味ないんです、こういうのは。そう。その日のうちに、あるものは全て耐えられる。それが我が家の鉄則です。でも、うち偉いよ、今日。ご飯いっぱいしか食べてる。なんか朝ごはんを楽しみに生きてるので。そうです、私たちは。なんで一日の楽しみが
起きて30分で終わっちゃうから悔しいです。悔しい、本当に。だってそれ以降楽しみじゃないのに生きてないといけない。昨日はなんと私たち寿司食べました、ね、あ、そうです。もう前の日から予約して その時間に起きるっていう最高な寝起きでした。食べることに行ったら今興味ない、興味ない。あ、だからスタミナワオは大将、あ、今日のおすすめエビだ。あ、エビですよ。いいエビが入ったんだエビ焼けた。あ、だもうちょっとですね。まあ生でも食えるだろうけどだろうけど寝始まったよ。ウォウォエアエアエア、ね、よく寝たから何分目みんな6エアは10ネイは8エビだよ。テーブルじゃなかったよ。インスタグラムまたあります。どうぞ。いいエビ上がってるよ。なんか何でもさ、おじいちゃんのエビとかつけるとちょっとなんか卑猥になる。なんで卑猥なんだよ。例えばおじいちゃん。おじいちゃんの肉巻き棒とかお前さこういうのが一番ね、エアが好きなんで、昨日の動画見てたの、昔のエアがめっちゃなんか俺絶対にやめろってだからピーだってもうみんな気になってしょうがない。だいぶ食べたよ、でも満腹じゃない。マジすごいぬるぬるしたわ。ほらみんなでやってみよう。せーの最後まで見てくれてありがとう。今度は何を朝から食べればいいでしょうか。皆さんのリクエストがあればハッシュタグ朝から焼肉は最高だよでコメントください。チャンネル登録、高評価、グッドボタンお待ちしております。